するのがドキドキして待ってたんですけど言われてしまいましたが、もう皆さん聞いてしまいましたね。そうなんです、お話をいただきます、小沢一郎さん。皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました小沢一郎でございます。こういうところに私が来るというのはちょっと間違いな感じをしているんですけれども、実は太郎さんの方から今日ここでやるからぜひお前も顔を出せと、こういうお話でございました。今こうして来てみましてね、本当に大勢の皆さんがねこのように足を止めて、三宅さん頑張れということでやっておられる姿を拝見して本当に嬉しく喜んでおります。どうぞ皆さん最後までよろしくお願いいたします。三宅洋平さんの親友山本太郎さんですけれども、実は太郎さんと会ってまだ2年そこそこなんですが、最初に一緒にその政治活動を共にしようやと、まあ、いうことで、私はほとんど人間好き嫌いしないもんですから、会ったこともない人だったんですけども、話をしてみてね、とてもいい感じの人だなと、そう思いまして、じゃあ一緒に、やるかと、こういう話になりました。まあ、私の応援者なんかでもね、中にはやっぱなんで山本太郎と組むんだっつっていろいろ言った人がおりました。まあ、しかしね、話をしてみると本当にもちろん政策的なこともしっかりしていると同時にね、世間でなんかごちゃごちゃ言われるような人じゃありませんでね、もう本当に純粋でね、純情な山本太郎さんでして、私本当にね会ってみて一緒に組んで政治活動をしてね、本当今は良かったと思っております。その太郎さんの親友の三宅洋平さんですから間違いないんですが、私は実はこの席へ来る前に、彼の、ネットでね、喋っている話を聞いてきました。はるかに私より立派なお話をしておられまして、まあ、理路整然とやってると同時に非常にみんなに分かりやすいこの表現の仕方をされてますね。だからこれこそね、まさに政治家にねとって必要な、私は最大のね素質だと思っております。ですからどうぞね、三宅洋平さんに本当に皆さんの気持ちを託していただきたい。今の政界、私も長年おりまして、じくじたるものを感じんですが、今の政界でやっぱりね一番必要な人材っていうのはね、政治のプロの必要は全然ないんです。政治のプロである必要ないんですよ。本当にみんなの気持ちをねしっかりと自分で分かってね、そして素直にひたすらねひたむきにねこの政治の世界に取り組んでいこうと、そういう人間が今必要なんです。そういう意味でね、ある意味で、まあ、政治の素人であります。まあ、太郎さんもそうだった。だけど本当に今太郎さんの評価がね徐々に最初の時とね変わってきております。ですからその意味においても本当に新鮮な感覚でね国会の議論もするんですよね。そして言うことをバシバシ言う、もうテレビ見てもお分かりでしょ、総理やね人たちの嫌がることでもバシバシ言うでしょう。それは単なる相手を攻撃するっていうんじゃなくて、自分の素直な気持ちをねそのまんまきちんと相手にぶつけるという人なんですよ。私はそういう意味でこれはまさに政治の素人というか、
国民大衆皆様の代表者として国会に現れた本当に素晴らしい人材だと、そう思っております。どうかそういう意味でね、ただ国会っていうのは一人だけじゃダメですからね、やっぱりそれこそ山本太郎と仲間たちがいっぱいいないとですね、やはり民主主義は数ですから、やっぱりそういう同じ、志を持った、同じ気持ちを持った、同じ純粋な人たちがやっぱり手を取り合って、そして本当に政治とは何だと、政治とは何だということを、その本来の使命とか責任をね、きちんと分かって、そしてそのために頑張ろうと。もちろん政治っていうのは1億2000万の人々にとって、やることですから、そんな神様仏様じゃないんで、何でもかんでもうまく全部 100% いくものではありません。世の中みんなそうでしょう。いくら理想を言ったって、その理想通り全部いくはずはないんですよ。ただ問題は、その理想を、その自分の考えを、皆さんのためにという考えを、ひたすらこれを実現しようとして努力してる、その努力する姿が尊いんですよ。そうじゃありませんか。今の安倍さんにはね、鼻からそういう感覚ないですね。もう全然ない。一般国民のどうしようとか、今どう考えてんだろう、どう暮らしてんだろう、どうしたいんだろう、そういう視点は全く欠落してんですね。だから僕はこれは日本の政治哲学というよりも世界の通ずる政治哲学だと思いますが、私はですから国民の生活が第一だというモットーを掲げてやってきてんですけれども、政治がですよ、国民の生活をきちんと安定させるためにあるわけでしょう。ですから安倍さんのように、ただ単に自由競争だ、市場原理だと、好き勝手にやれやと、勝ったやつが生き残ればいいんだと、これじゃあもう政治じゃないですよね皆さん。私たちはこの選挙でね、何としてもこういう本当に政治のね、基本から外れた全く権力主義的なね、政権を変えなくちゃいけない、そういう思いで頑張っております。今度のね、選挙戦はね、その参議院だから、どうせ自民党の政府は政権は変わらないだろうということでね、まあ投票行ったって仕方ないやというふうな考え方を持っている方も結構おられると思います。ですがね、皆さん、この選挙戦参議院ですから、自民党の政府そのものを変えることはできませんけれども、我々が勝利すればですよ、少なくとも安倍内閣を退陣に追い込むことができるんです。どうか皆さん、そういうことでね、私もね、今まで本当に山本太郎さんとね、一緒に本当に気持ちを腹を割って話し合って、そして行動してきました。考え方も全く同じです。どうかそういう意味でね、我々の仲間にね、本当に純粋にね、政治を思い、ひたすらにね、国民の皆さんと共に歩もうと、そういう仲間にね、三宅洋平さんをね、もう一人加えてください。どうか皆さんのお力添えを本当に心からお願いするために、私のようなものが出てくる場ではなかったかもしれませんけれども、まだひたすらお願いしたいと、そういう気持ちで参りました。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。生活の党で山本太郎と仲間たち、共同代表小沢代表、普段は私陰で親方と呼んでおります。この方の頭の柔軟さ、年の離れた私のような小僧の意見もしっかりと聞いてくださる。でこの方がずっと政権交代を行ってきたキングメーカー、
そのキングメーカーと私のような野良犬が一緒にいるような政党、なかなかありませんよ。皆さんの声を直接反映できる党です。ぜひ全国比例は生活の党と山本太郎と仲間たちとお書きください。よろしくお願いします。そして東京選挙区は三宅洋平でお願いします。親方ありがとうございました。こちらどうぞ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ああ緊張したその背中を持って政治とは何かということを、私に教え続けてくれました。山本太郎、リードの外れた犬、首輪のついてない犬みたいな状況でしたけれども、親方の背中を見ながら政治とはこういうものだということで、自分自身親方と出会ってからネクタイ締めるようになったんですよ。私もうあなたただでさえ誤解されてるからねって言われて、あなるほどと、じゃあ服装ぐらいちゃんとしとこうかということなんですけれども、その横にはロン毛にヒゲそして短パン兄弟という形で今ここ立川にお邪魔しております。皆さん本当に今政治が危機的状況です。この状況を打破するためには一人でも心あるぶれない長いものに曲がれない男を国会の中に送っていただきたい。東京は6議席、そのうちの一つを三宅洋平によろしくお願いできませんか。封筒をいただけますかね。すいません。でですね、皆さんお一人お一人の一票は非常に重たいものです。そして大切なものです。でも残念ながらその一票では勝てない。なのであなたの一票を横に広げていただけなければなりません。一票プラスアルファ、人から人へ広げていただきたいんです。そのためのツールをご紹介します。今私が手元に持っているこのピンク色の封筒、このピンク色の封筒、中身はハガキです。公選ハガキ、これ法的に許されたものです。公選ハガキ一体何なのか。裏をめくると住所と名前を書くとこがあります。東京にお住まいのあなたのお友達、東京にお住まいのあなたのお友達の住所と名前を書いて紹介をしてください。これ法的に許されたものです。この個人情報はしっかりと管理されます。後日消火器などが届くようなことは一切ございませんのでご安心ください。そしてですね、8枚入っていますけれども、2人しか友達がいないんだという方はですね、残りの6枚とともにもう一度このピンクの封筒に入れてポストに投函していただきたい。はがきによる直接の投函はおやめください。封筒に必ず入れてポストに投函していただきたい。この公選はがき甘く見ちゃいけない。山本太郎66万6000票2013年にいただきました。その時にこの公選はがきが非常に大きな力を持ちました。三宅洋平を国会の中に送るためにはこの公選はがき、皆さんのお力が必要なんです。ああいいもん見た、立川で生で小沢一郎見た、三宅洋平っていうやつのなんか話なかなか面白かったで終わられるとですね、三宅洋平が国会の中に行けません。あなた自身が動いていただくことによってこんなに面白いキャラクターがもう一人国会の中に、そして国会の中の嘘を皆さんにお伝えする、そのような国会議員が誕生することになるんです。ぜひお力をお借りしていただきたい。東京都内に友達いるよって方この中にどれぐらいいらっしゃいますか。すいません。あ、結構な数いらっしゃいますね。ありがとうございます。じゃあこの公選はがきで三宅洋平を国会に送ることにお手伝いいただくという方どれぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。ありがとうございます。この公選はがき、私たち舞台に立って右側向かって皆さんから見たら逆側になるかもしれません、そちらのテントで受付をしております。ぜひ、お帰りの際にお立ち寄りください。そしてもう一つ寒波のお願い、非常に選挙はお金がかかります。三宅洋平が立候補するだけで300万円、これ入場料です。新規参入障壁ですよね。俺たちの縄張りに入ってくるら。それだけじゃない、選挙には非常にお金がかかる、数千万円単位です。普通の人入れないですよ。まさに自分たちでハードルを設けて縄張りに入ってくるなというメッセージ。そのためには皆さんの寒波、できる範囲での寒波をお願いしたいと。そして寒波をする体力がないという方、お金持ちのお友達をぜひ思い出していただきたい。そしてご紹介ください。よろしくお願いします。ネットをご覧の方もぜひシェアしてください。あ、シェアリツイートでは票が稼げません。なのでこの公選はがきお手伝いください。そしてですね、締め切りが迫っております。今日中、明日中、あなたのできる範囲の
お友達をご紹介いただき横に広げてください。今いいとこまで来てるらしいです。ネットの調査ではびっくりするぐらい、与党がビビるぐらいまでの追い上げを今見せてるらしいです。行くぞ三宅洋平、三宅洋平をみんなの力で国会に連れて行くぞ。ぜひお力をお貸しください。面白い政治にしましょう。そしてこの国を作っていきましょう。みんなでよろしくお願いします。洋平から一言ありますか。はがきいきなり届くとびっくりします。三宅洋平鬱陶しい怪しいってなります。ぜひ一歩入れてほしいんです。はがきが届く前にその短い電話の一言で、ああ、あのはがきかってなります。目的はそこからお友達が一票入れたろかという気になってもらうことなんで、ちょっと電話代かさむかもしれませんけど、カンパだと思って電話を忘れずにしてください。選挙運動してください。よろしくお願いします。そしてもう一つ、すいません、あなたの力で三宅洋平を国会に送ることができるもう一つの方法、 LINE。 この中で LINE をやられている方はどれぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。やった。というのもですね、ぜひ検索をしていただきたいんです。まずスマホで三宅洋平、これ漢字で打ちます。スペースを空けて LINE、 カタカナですね。これで三宅洋平のトップページに飛びます。そうすると LINE のマークが出てきます。そこをクリックしていただきますと、三宅洋平の投票依頼、これをですね1回で10人まで LINE で送ることができます。この投票依頼合法です。ぜひ LINE を使って数十分で数百人の友達にコンタクトを取れることができるんですよね。ぜひお力をお貸し願いたいんです。はい、三宅洋平スペース LINE ですよね。はい、そうですね、三宅洋平カタカナ LINE、 これですぐ出てきますので、ぜひ LINE 大作戦で新しい選挙の形によって投票日蓋を開けてびっくり、与党もびっくりの票数を皆さんで獲得してほしいんです。よろしくお願いします。今や与党にとって野党は脅威ではない。一番の脅威は三宅洋平や私や、そして皆さんのような有象無象が一番の脅威なんです。その勢力をどんどん広げていきませんか。 LINE で公正ハガキで与党がビビるような国会議員を皆さんで送り出していただきたいんです。東京選挙区から立候補、三宅洋平、三宅洋平に力を集めてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう終わりかなと思ったら、あと5分って今出すなって話なんですけどね、カンペが出まして、何か5分ありますか。3分でも、はい、先ほど八王子の方でちょっと喋り損ねたことがあったんで、じゃあここで言おうかなと思ってます。三宅洋平、実は訴えがいっぱいありすぎて毎回30分40分の演説の中に入れきれてないことがたくさんあります。で、終わってからいろんな方からあれも言ってください、これも言ってくださいっていう声をいただくんです。で、今日はですね、何人か支持者の方から実は私ゲイなんです、そういう声をいただいてます。で、そこもやっぱ言ってほしいと。で、僕は実は、まあ、音楽の世界って結構自由な人が多いので、ミュージシャン同士ってそういうことを気軽に昔から若い頃から言い合っていける仲のやつが多くてですね、で、実は僕は犬式というバンド、それからアルバトラスというバンドをやってますが、ジャズ界を代表するサックスプレイヤー元春というのが長年僕と一緒に活動してます。で、彼はいち早く、もともとはボストンで音楽を学んで帰ってきたんですけれども、自分は正々堂々と自分がゲイであるということを公表しながら活動していきたいんだっていう相談を20歳ぐらいの時に受けました。これをカミングアウトするの傭兵が最初なんだよって言われた、17年前の恵比寿でみんなで新年会をしたんですけど、ソイル&ピンプセッションズのメンバーと、その時に初めて彼に打ち明けられた時に、まあ、なんか全然驚かなかった自分もいましたし、で、僕はレゲエという音楽を基調にやってきたんで、レゲエの世界では実はバティマンという言葉がありまして、ジャマイカではゲイの人というのはすごく差別をされている、そういう文化的背景があります。で、レゲエ文化の中でもそういうバティマンを罵倒する歌っていうのがたくさんあったりするんですね。だからレゲエをやってる僕っていうのに対して、洋平さんそこはどうなんですかっていう声をいただくんですけれども、いや、それは安心してくれよと、俺はバンドメンバーもゲイだし、それについてむしろ一緒に共に立って伝えてきたつもりなんです。 LGBT の問題、それは僕が今回掲げるみんなが自分らしくあれる社会ということを達成するためにも、やはり価値観を大きく開いていきましょう。で、そのことというのは男性の権利、女性の権利、あるいは、まあ、僕はいろんな言い方あると思うんですけど、ゲイとかレズビアンの方の権利、
そしてそういうお互いの自由を咎め合わない社会っていうのを作っていきたいです。政治は論理とか政策のみならず心の問題を解決していくのも政治の仕事だと思います。ぜひ皆さん自分が生きやすい社会を作るためにもいろんな価値観に触れて受け入れて生きていこうじゃありませんか。よろしくお願いします。そういったことも主張していきたいです。でさらに言うとですね、人間のみならず動物の権利、植物の権利、そういうことも訴えていきたい。そういった中ではエクアドルの新憲法のようにですね、生態系の権利、つまり自然の権利をきっちりと人権と等しく規定することも憲法論議の中に持ち込みたいんです。まず今回大事なのは護憲勢力が一席でも多く勝つこと、そして121議席の改正議席のうち78を自公大阪維新などが取ると改憲が発議されることになってます。やはりこれをどうしても止めたいんです。ですから77以下に彼らを抑えたい。そのために今護憲というキーワードが大切なんです。その先にあるものは何かというと個人の尊厳や表現の自由、つまり天然バラバラ各々命名多様な僕らの価値観がちゃんとテーブルに乗って対話がなされる、そういう民主主義を展開していくその先の未来です。その段階になった時には今度は護憲でもなく改憲でもなく新憲法を作っていこうという議論を何年でもかけてしたらいいと思います。そのために教育の中にもっと憲法教育を入れること、そして今の憲法がいくら素晴らしくても皆さん自身が私には人権があるんだということを認識しなければそれは規定してあっても意味がないんですよ。で今の日本社会には実はそういう意識が非常に希薄になってます。ですから自民党のような人たちが、自民党の中の改憲派の人たちがじゃあもう変えたってこいつら分からねえだろうということで改憲なんていうことをぬるっとこっそりするりとやろうとしてるわけですよね。ですから僕らの中にまず必要なのはそういうことをビジョンを思い描いていくマインドなんです。でカナダ、アメリカ、あるいはフィリピンがどうやって米軍を追い出したか、今ある憲法を大事にしながらも追加条項を加えて憲法を強化していくんです。9条は例えば第3項に集団的自衛権をこれを認めないとか、そういう専守防衛の精神をまずしっかりと規定して現状をまずしっかり固める、その先に1項と2項の崇高な理念を達成できる社会を何十年かけても目指していくということが大事だと思っています。新聞各社に僕が改憲賛成と書いてあるんで混乱されている方が多いので、この場をお借りして私はまず護憲、そしてその先にみんながちゃんと自由に新しい憲法を語れる、そういう社会を作りたいんだという考えをお伝えしておきたいと思いました。ありがとうございます。とてもじゃないが5分では語りきれない5分でお願いします。とんでもない、終わりません。三宅洋平のですね、訴えの続きはですね、後ほど皆さんにじっくりと聞いていただきます。東京選挙区から立候補、三宅洋平。本日この立川には小沢一郎、そして山本太郎も応援にやってまいりました。まさにぶれない、長いものには巻かれない。三宅洋平に皆さんのお力をお集めください。そしてですね、ぜひもしこの状況をツイッターなどでつぶやいていただける方はですね、シャープ一票一揆、一票で一揆を起こす、一票一揆、もしもツイッターやられている方いらっしゃいましたら一票一揆というものを、ハッシュタグで つけていただくと、楽しいことになると思います。すいません、ご協力お願いします。というわけで、東京選挙区立候補三宅洋平でした。後ほどまた皆さんにお話を聞いていただきます。ありがとうございました。そしてマイクを変わりますのは、この三宅洋平の選挙フェス、毎回司会をしてくださることをですね、申し出てくださったこの方、芸能界の方ですよ。特定の候補者に入れ込むということをしてしまえば自分の仕事にも影響が出る、それが芸能界です。でも勇気を持っていい候補者を推したいという気持ちでスケジュールを空けてこのように毎夜毎夜選挙フェスの司会をしてくださってます木内みどりさんです。本当にありがとうございます。ハプニング続きなんですね。私は本当に山本太郎さん、あの元気が出るテレビというのでレギュラーでご一緒してました。もう何年になるでしょうか。
出てきた時に何この人と思ったのが本当に第一印象でした。それからなんか政治の世界に出るらしいって聞いた時も本気かしら、そのぐらいのつもりでいました。でもだん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 分かってきました、この人本気なんだって気がついてから、私も自分が色眼鏡をかけてた自分が気がついたの、その色眼鏡を取って正直にこの人を見つめ続けてきました。本当に成長してますよね、本当に成長しています、驚きます。2年半くらい前でしょうか、あの鹿児島に行くというところで衆議院選挙が補欠選挙というのがあって、そこで脱原発の議員さんを選べばそういう議席が増えるっていうんで、山本太郎さんが脱原発の候補者さんを見つけてそれっていうんでみんなで行ったことがあるんですね。私も本当いつも押しかけなんですけれども応援に行きました。でその時に鹿児島に行くってすごく変なあの地理的なところにあって、ある日あのもうみんなクタクタだったんですけど、鹿児島空港からヘリコプターじゃなくてなんとプロペラ機っていうのかな、プロペラ機に乗って奄美大島に移動したんですね。その朝早い飛行機のフライトの中、もうスタッフはもう連日クタクタなので、飛行機に乗ったらもうぐーっと寝て、飛行機中が空気がドヨーンとしてるぐらいみんなもう重たく眠りこけていたんですね。私トイレに来ました。ここに山本太郎さんいました。本を読んでいました。そしてまたちょっと行ったところにもう一人三宅洋平さん、本を読んでいました。本当にね、この二人は本当に勉強してると思います。だってあの安倍晋三さんに切り込む山本太郎さんの質問なんか見てると見事ですよね。本当に数字は間違いないし、まあ、滑舌がいいし早いし本当に見事です。あれはあの山本太郎さんが国会に行ってくれたことで私たちも国会の中が見れて、私長すぎますね、やめますね。はい、そういう具合になんか今日はハプニング続きで、もう一度雷雨が来るようなこと言ってましたが、どうも小沢一郎さんが跳ね返して帰ってくれたみたいで大丈夫そうですね。はい、それでは曲を聴いてください。ランキンタクシーさんです。こんにちは、立川ランキンタクシーです。はい、世の中は緊急事態、日本の緊急事態、安倍晋三、日本の裏切り者安倍晋三、人間として最低の最高の反面教師安倍晋三、その安倍晋三に一番嫌われてる恐れられてる男山本太郎ちゃん、すっと胸がすくね、いえ、その山本太郎ちゃんがハゲが増えた、みんな応援しなくちゃ、山田さんね、そういうことで三宅洋平を参議院に送り込もうということですね。はい、あなたの一票で安倍晋三をぶん殴ってください。あなたのお友達、あなたのお知り合いの一票で安倍晋三をボコボコにしようぜ。はい、それではカラオケお願いします。マスゾエどころじゃねえだろ、オリンピックどころじゃねえだろ、再稼働どころじゃねえだろ、戦争だけは絶対ダメだろ、心臓ハートがいびつなんだよ、ハートが、総理大臣が裏切り者、そりゃないだろう、美しい日本を取り戻すためにやめろ消えろ安倍晋三、とぼけた顔してボンボーヤーチ、戦争の準備ボンボーヤーチ、ボンボ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 ヤーチ、ボンボ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 ヤーチ、やることなすこととんでもない、ほっといたら日本は危ない、ボンボボンボボボボンボヤーチ、ボンボボンボボボボンボヤーチ、嘘はバレバレボンボヤーチ、最低のクズボンボヤーチ、ボンボボンボボボボンボヤーチ、ボンボボンボボボボンボヤーチ、いつまでの話にしとくんだ、食い物にされてるぞ見えてるか、百が嫌って一尾なしけ、かつポリドルマそこなし沼、喜ばすのは 1%、 泣かすのは 99%、 この親父憲法で縛っとかんと、平和な日本にさよなら戦争、消費税そせ誰が売ろうか、 TPP 誰が首吊るか、再稼働誰が襲えるか、廃棄物誰が捕まされるか、
昼飯おごられ喜ぶマスコミ手予算で買収天ぷら寿司尻尾ふりふり権力にするより嘘つきは人殺しの始まり NHK 嘘つきは人殺しの始まり朝日嘘つきは人殺しの始まり読売産経嘘つきは人殺しの始まり電通もうやめろ消えろ安倍晋三やめろ消えろやめろ消えろ嘘つくな嘘つくな嘘つくな東電嘘つくな電通嘘つくな NHK やめろ消えろやめろ消えろ三宅洋平を参議院に送り込もうどうもありがとうございました。橋休めの時間でした。続いて鎮座ドープレス登場。ちょっとあの音出す機材を、調整いたしますので皆さんご歓談してください。政治についてそこに台があるんですね。他の荷物乗っちゃってますけどそれをちょっと丁寧に出して、そっちかなり 雨になってますよ。うん、雨に濡れてます。そうなんですか。でこれが電源でございます。はい、はい、ありがとうございます。あ、こちらですね。はい、そうです。はい、これもう最後です。はい、